味噌カレー牛乳ラーメンとは、青森県青森市の B 級グルメである。味噌カレー牛乳ラーメン味噌ラーメンのスープに、カレー粉と牛乳を入れたもので、具はチャーシュー、もやし、バター、わかめと麺はを使用する。店によって味付けが異なる。札幌ラーメン横丁で、ラーメン店を経営していた、佐藤清氏が、東北地方に札幌ラーメンを広めたいと1968年に、青森市に、 味の札幌を開店する。1970年代、松竹会館の映画館に視点を出した味の札幌において、ラーメンにケチャップやマヨネーズ、コーラなど様々なものを入れて食する遊びが中高生の間で流行した。この時、味噌ラーメンにカレーとミルクを入れて食べると、なぜかうまいという噂が流れ始め、ご当地ラーメンの模索をしていた店主は、 客側の要望によって1978年、正式なメニューとして、味噌カレー牛乳ラーメンを発売した。その店主は亡くなったが、店主の弟子たちが、味噌カレー牛乳ラーメンを受け継ぎ、青森市内で、弟子たちがそれぞれ経営している店舗で、味噌カレー牛乳ラーメンを提供している。2008年12月には、東洋水産より、 味噌カレーミルクラーメンとして全国にカップラーメンとして味噌カレー牛乳ラーメンが発売された。その後、2010年11月からは日本うまいもに青森味噌カレーミルクラーメンとして東北地方限定で再発売されている。ありがとうございます。